170cm 155.2kg 第37代 IWGP ヘビー級チャンピオン、バーザビーサーピー。人類逆進化音、野獣に戻らぬか、ボルサップ。その目に野獣の魂は取り戻すことができたんでありましょうか。姿を消してから1ヶ月、ようやくこのリングの戦いの場に戻ってきましたボルサップです。かつの相手は南海の黒ヒョウ、2000年 K-1 マールドグランプリ準優勝のレイセフォーです。谷川さん、まず一言、この目を見てどうですか。なんかね、胸が苦しくなるような、はい、本当にね、ボルサップの表情、まあ、いろんなものを見ててですね、もうなんかいろんな、なんか感極まるというかですね、そんな思いがありますね。頑張ってほしいですね。これまでにないくらい苦しんだこの1ヶ月間、はいはい、果たして野獣復活なるかボブサップ。ダーン、ワーン、野獣に戻れ。さあ、ボブサップが突っ込んでいきました。相手は2000年 K-1 マールドグランプリ準優勝、止められない。今懸命に飛びましたが、いやー、谷川さん、この野生ですね。これもちろん倒れたから何の反則なんですが、もうちょっとね、興奮しまくってますね。これ止められるかどうかですね。関根さん、ちょっとこの猛攻ですね、すごいですね。初期反則ではありますが、でも初期の頃の、そうですね、ボブサップに戻りましたね。すごい必殺が見えてますね。今ちょっと試合が止まってます。セコンドがルールを無視してリングに入ってまいりました。その行為に対しましてイエローカード警告1から3です。そのレイセフォーサイド、あと今このサップの顔面もちょっと目のあたりが切れてるんでしょうか。そうですね、平川さん、はい、サップ自身はですね、まだ何が起きているか自分自身では分かっていないということですね。これ気づいてないでしょうね。やや傷を負っているということは確認してドクター、ドクターというふうに呼んでいました。平川さん、はい、セフォーサイドはね、さすがにああいうふうな行動を取られてセコンドが一人中に入ったんですね。はい、飛び込みましたね。その瞬間に角田レフリーの方からイエローカードということになりました。先ほどから首を振っているんですが、立ち上がって目の力はまだしっかりしています。大丈夫ですかね。はい、倒れからも投げられましたけれども、あのレイセフォーサイドがセコンドが入ったことによりましてイエローが出ました。ただボブサップも、ああ当然これボブサップにも当然出ます。いやー、長嶋一茂さん、はい、勢いがとりあえずあるように見えました、この立ち上がりの突進ですが。そうですね、やっぱりその本能ですからね、はい、なかなか理性で抑え込むってことは難しいと思うんですけどね。そうですね、喧嘩ではないんで、ルールがあるものですからね。さあ、ミドルキックを打っていった。しっかりとガードをしながらミドルキックを3連発にしました。しかしペガロンキックが飛んでくる。レイゼボーもこのキックを食らって黙っているわけにはいかない。しかし圧倒的な感じでスポイスを飛んでました。さあ、上から投げつけていく。もう全く休みはありません。左右の連打、この突進で野獣を取り戻して膝に行った。すごいですね、すごい試合ですよ。いや、これはいい試合ですよ。いい試合ですね。ボブサップ全く止まりませんでした。これ、ボブ、聞いてますよ。スタートフライ。いや、関根さん、これはもうすごいですね。ボブいいですね、ボブいいですね。ボブはもう、さっき呼吸してましたかね。もうちょっと心配ですね、スタミナが。ここはもう置けないぐらいの、ものすごい猛攻を見せました、ボブサップです。レイは、レイセフォーはタブですからね。膝が股間に筋的ですかね。今のボブに対する攻撃が入ったようで今時間が止められました。いや、それにしても本当にこの最初から全く遠慢ところのないこの試合の流れになっています。しかし冷静ほど気合もすごいですね。あれだけ攻められてすぐに切り返すという、打ってこいという、まあ、ボブの猛攻をですね、ノーガードで受けようというぐらいの気持ちでやってますね。そうですね、今ちょっとこの回復をリング上待っているところですが、そういえば谷川さん、昨日は前日記者会見も欠席しましてですね、 そうですね、そのぐらいもう本当に殺気立ってましたから、股間にもろに入ってますね。入ってしまったようなんですが、平川さん、はい、ボブサップ陣営からはね、この時間を使って落ち着きを取り戻すようにという指示が出ていますね。これは、まあ、ここまで入ってしまうとという感じなんですけれども、まあ、ボブには大変失礼ですけども、今の一撃でね、だいぶ冷静さは取り戻せるんじゃないですかね。なるほど、
で冷静法もなんとかボブに冷静になってもらいたいっていう節がやっぱりありましたよね。なるほど。わざとノーガードで打たせたりとか、本当に K1 の戦い方をボブにしてもらいたいっていうのが僕は感じましたけどね。あくまでこの K1 ルールの中でのこのボブサップ対冷静法です。そうです。もう今この痛みにちょっと顔が歪んでいるボブサップですが、今2分間このタイムストップの時間が入りました。この体力回復のために今2分間のインターバルを行うことが告げられました。それにしても関根さん、はい、あのコーナーに追い詰めたのこのラッシュですね。これはもうビーストですよね。これあの冷静法じゃなかったら倒れてますね。いやこれはもうガードの上からも間違いなく効くパンチなんで、セフォーもうまく、まあ、ガードしながらクッションを自分で使いながら、はい、まあ、ウェービングしながら避けてましたけど、これ技術がなかったら倒れてますよ ね、 そうですね。防御もこれだけ防御してなおかつ冷静法も返していったというすごいですよね。これだけの膝もすごいです、ね、これただね僕は思うんですけども、はい、パンチもまあ膝も、まあ、さっきミドルもボブサップ出しましたけど、あの威力アップしてますよね。あ、そうですか。してますね。やっぱり1ヶ月の中で何かあったんじゃないかなとは思いますけど。なるほどね。関根さん相当、まあ、トレーニングも当然そうなんですけれども、そうですね、やっぱり気持ちが入れ替わりましたね。そうですよね精神的なもの、特にその藤田和之戦で折れてしまったことを直すために費やしたこの1ヶ月ですからね。すごいですね。これでこれだけのラッシュを、まあ、見せるこのボブサップの、まあ、技といいますか気持ちの復活も嬉しいところですし、レイセフォーもよくこの流れを取り戻してこのリング上、今ボブサップが2分間のインターバルで体力の回復を行っているところです。平川さん、はい、セコンドのサム・グレゴはですね、俺の目を見ろ、俺との約束を思い出せというふうに劇を飛ばしましたね、うん、なるほど。トレーニングパートナーサム・グレコがついているそのセカンド場内からは大殺コールが起こりました。まもなく試合が再開されます。再開します。下腹部の攻撃のインターバルを経て、さあ第1ラウンド続行されます。ボブサップが突っ込んでいった。まだしても左右の連打を見せる。すごい打ちですよ。それに対するのはさあいった、今左が入りました。そしてブーメランフックを持っているのレイセフォー。さあ一旦ここで止めます。今度は筋的にパンチが入ったんですね。ちょっと狙いですね。おすごい戦いですね。野生と野生、野獣と野獣の戦い。本当ですねこれは。さあ右を切った、ブーメランが入りましたよ。今フックを打ったんですが、今度は膝で返していきます。ボブサップです。食らいながらも心は全く持っていないボブサップです。なりふり構わず殴っていく。ここはダウンではありません。ここはダウンではありません。ノーダウンと今コールがありましたが、いや君川さん、この目はどうですか。リングに上がってきた当初に比べて、まだまだ今ダウンじゃないですね。カッタレフリーナイスジャッジですよね。ダウンじゃないですね。今からハイキックブレックしました。ライズフォーキックを打っていきます。もうここまででもいろんなことが下がっちゃいましたね。下がっちゃダメだ。下がっていった。さあ左右の投げ出しちゃダメだ。飛んでくる。前に出しちゃダメだ。前に出しボブサップが下がってしまった。コーラ必死にガードする、防御する。ボブ返して、何より構わず打ってくるのは何回もこの表のレイセフォー。ガード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 守っているボブサップ。第1ラウンドの残りから10秒を切りました。何とか耐えている。勝ち上がっていった。ガードから持ち込まれた。おお、最後の第1ラウンド。いやー、それにしても関根さん、すごい3分間でしたね。すごい3分間でしたね。こんな K1 史上ね、こんな濃密なサード、すごい3分間でしたね。まさにプロですね。プロですね。こういう試合はね、本当に見れない。長嶋さん、これ2人がもう全く休んでないですもんね。もうこのボブサップが一方的に攻めるシーンがあれば、すぐさま谷川さんレイセフォーも返してくるんですよ ね。いやね、僕ねボブサップの頑張りに本当に涙が出そうになりました。この最後の20秒くらいは本当、頑張りましたよね。このコーナーを背にしての連打を耐えました、関根さん、これまたちょっとこの打たれ弱いという印象があったんですが、そうですね、根性ありますね。根性ありますよ。耐えましたよ。あの1ヶ月前だったら倒れてますよね。そうでしょうね。セカンドまもなく第2ラウンドを迎えます。さあこれできますか。しかしこれちょっと傷がありますし、ボブのダメージがどうなんですか。そうなんですよね。
座り込んでいるボブサップ、今サムグレゴからの声を聞いて立ち上がる。立ち上がりましたね。立ち上がりましたね。いいですね。立ち上がった。よく頑張った。リードを取り戻すべく第2ラウンドに向かうボブサップ。第1ラウンド終盤はよく耐えました。さあガードしながら突っ込んでいきます。そして前出たら強いですよ。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 膝蹴りいいですよ。いいですよね。そして飛び込んでくるのはレイゼフォーのブーメランフック。ここはダウンではありません。あもうちょっとスタミナがね、ちょっと切れ替わるんですけど、なんとかここまではそのスタミナの面でも持ちこたえてはきました。自らにとってまさに絶体絶命、格闘技人生最大のピンチ。ここでダウンを取られました。2に入りました。さあ苦しみに顔を見上げるボブサップ、立ち上がれるか。野獣としてリングに帰ってくることはできるか。ボブサップ立ち上がれるか。ダメだ、ボブサップ立てない。野獣取り戻すことができなかった。いやだからね、頑張りました、頑張りました、すごく頑張りました、いやしかしすごい試合でこの結果残しましたよ、ね、これはあのボブの格闘技の人生は、続きますね。これから続く、続きます。山島さん、この気持ちという面ではこれ問題はなしと言っていいんですかね。そうですね、いや、やっぱり先が見えた試合だと思いますよ。先が見えた、やはりこのレイズホーの強さの前に、相当苦しんだ気持ちがね、気持ちが見えたところがね、僕は嬉しいですね。なるほどね。ボブサップで一番足りなかった気持ちが今日はすごい見えましたよ。とにかく休むことが全くありませんでした。突進するのみ、まさにこれまでに見ることのできなかった野生をその負けっぷりの中に表現しましたボブサップです。すごい頑張りました、なんとかこの1ヶ月の空白を経て戦いの場に戻ってこようとしたこのボブサップです。デビューから2年戦いに飢えて、そしてこのリングに戻ってきた、ようやく帰ってくることのできましたボブサップ。昨日は前日の記者会見はあまりの興奮状態のためにこのパートナーのサムグレコが出席を止めたほどというその興奮状態をこのリングに持ってきました。いや、それにしても谷川さんね、ここまでの戦いができたボブサップですね。あの心が見えたじゃないですか今日は。心が見えた、だから本当に僕は今日嬉しいですね。これまでどうしてもその精神的な面でね、そうですね、気持ちの面で弱かったボブサップだったんですが、なんか追い詰められた時のボブサップの凄さっていうか、そういうものを含めて見ましたよね。ああ、なるほど。今レイセフォーがマイクを取りました。リング上です。皆さん、 Thank you so much for all your love and support. You know, everybody doubted Bob after his last fight, but Bob showed tonight he had balls, and that's the way we say it as fighters. He showed tonight that he could mix it. He showed tonight that he wasn't going to lay down. So, everybody put your hands together for Bob, and thank you. God bless you all. 皆さん、本日は声援ありがとうございました。ボブサップに対してレイゼフォーから言葉がかけられました。その男っぷり、皆さんいかがだったでしょうか。どうぞ2人に大きな声援をよろしくお願いいたします。長嶋さん、はい、やはりレイゼフォーも戦っていて拳を交えて感じるところがあったんでしょうね。まあ、セイフォー選手勝つには勝ちましたけども、やっぱり一歩間違えたら自分がやられてたっていう危機感すごくあったんじゃないですかね。そうでしょうね。Mike Bernardo, Floyd Van Damme helped me out for the last week or so. So thank you guys. God bless all you guys. リング上で。そしてもう一言だけ言わせてください。私を支えてくれたチームレイズ4のそのスタッフの皆さんにも皆さんどうぞ大きな拍手をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。そうですね、だけどね、対戦相手がこれレイズ4だったからこれだけの名勝負になったとも思いますからね。さすがレイズ4ですよ。全く引かない選手ですからね。引かない選手で本当に良かったですね。関根さん、それに対してサップもその気持ちの面で引かなかった。今日のサップはね